かっこお前もうまかったぞみたいな心の声とかもコメントで書いてくれたりするんだで、あともう一つ忘れてる、デブ、デブ、デブはぁ、俺んとこ結構比較的に多いのが、こいつのこと怒らしたら勝ちゲームやってる奴らがめちゃめちゃ多いのよ。だからこうやって雑談しててムキになって言ってくるとかじゃなくて、俺のこと怒らせようとしてんのよ。俺がやってほしくないことばっかりやるから。で、それってなんか多分分かっててやってんのね。そう、多分おそらくなんかバカだって俺言うけどバカじゃないのよ。そう、怒らせることに対してなんか徹底してコメントしてるだけなの。それがなんで最近ようやく分かったかっていうと、ゲーム配信でスプラトゥーンやってんだけど、スプラトゥーンでずーっとやってくんの。だからまあ普通に俺の放送見てるの好きなやつなんだよ。そう。だけども、お前のこと絶対怒らせてやるっていう目的で見てんの。だからスプラトゥーンとかやってても、雑談してても変わんねえんだ、コメント欄。一生ずーっと言ってるし、俺のこと怒らせようとしてんの。もうマジで俺はファンチっていう認識してる。どこ行ってもやられるから、アホみたいにね。ってやつが結構多い。なんて言ってくる？ひどいよマジで。ひどいよ。もう最初、まあ下手くそなプレイを見せるわけじゃん、みんなに。スプラトゥーンで。そしたら、お前下手くそ。マジでゲームやめろ。お前のゲームなんて誰も見たくねえから、今すぐやめろみたいな感じで、めちゃめちゃ言われんの、一生。で、なんか比較的、そもそも分かってきて、感覚掴んできて、上手にプレイできて、まあそこそこ、まあ褒めるところたくさんある状態なのに、そう、今のは武器が良かったとか言われるんだよ。はぁじゃん。その武器すげえな、みたいな。絶対に、お前のプレイとか、キャラコンとかに対して褒めないの。お前その武器めちゃめちゃすごいな、つって。褒めるじゃん。そう、いや、俺褒めろや、つって。その武器使ってんの、俺ね、つって。わかるよ、つって。いや、ちげえ。その武器すげえな、みたいな。ははね、武器が良かったんだよ。武器が良かっただけだ、つって。絶対に褒めない。逆に褒めない。いや、まあ、普通にね。絶対に褒めないマンみたいな。で、めちゃめちゃ、お前、マジかってぐらいの神プレイを見せたときは、コメント欄で、いや、別になんか仲間がすごかったんじゃないの？かっこ、お前もうまかったぞ。みたいな心の声とかもコメントで書いてくれたりするの。さすがに今のは若干褒めるべきだろ。でも、みたいな、かっこで閉じて少し褒めてきたりとかするの。そう、なんかそうやってなんか、心開くタイプは、全然嬉しいんだけど、一生なんか言ってくるやつがいる。そのコメは可愛い。そう、ツンデレは可愛いんだけど、ツンデレしてくれないで、ずっとツンのやついるから、終始。でも、なんかそうやってディスられるんだったらいいけど、長時間こうやって雑談やってからゲームやってって言って、もう大体8時間ぐらい1日放送してるんだわ。そうなると、ご飯食べたが、やばいの。5分に1回。5分に1回、ご飯食べたご飯食べたつって。俺ゲーム12時間してるとき、ずーっとそのコメント。ご飯食べた？ご飯食べてないよね？あれが一番うざい。しばいいのにって思ってるもん。てか、お前にご飯何の関係あんねんっていう。そう、なんかそれこそさ、一緒に住んでて、一緒の空間にいるんだったら、そのコメントわかるじゃん。早くご飯食べようよとか、もうご飯食べたみたいな。なんで言ってくるかがわかんねん。ゲームのリスナー層も違うよね。いやでも最近匿名入れたことによってなんか来るんだよ。こっちで雑談見てるやつが、うわ、ナーボーが山本直樹って名前でやってるキモとか言って、うわ、お前匿名なんてつけちゃって俺らにいじめられたいんだろみたいな感じで勘違いしてくんの。来なくていいのに、来なくていいのにわざわざコメント打ちに来るから、山本直樹いるわとか言って。で、本当になんか新規勢、ゲームの配信見てる人は初見です、顔ナーボーさんに似てるって言われませんかとか言われるから。あれ多分わざってやってるやつとガチでやってるやつの2タイプいるから。そう、山本直樹っていう全くの本名でやってるから、ナーボーはなんとなく顔と名前一致してる人で、俺の本名知らないで視聴してるやつとかもいるじゃん。いや、ガチなやついる。初見です、ナーボーさんに似てますねみたいな、喋り方とかも似てるしみたいな感じで言ってくるやつ、多分あれ本気で言ってるから。わざともいる。俺はガチだと思ってる。半分ぐらいは。しかもワイプめっちゃちっちゃいから、マジでお茶拭いたやんけ。そう、私はガチだってすいません。全然いいよ。スプラトゥーン見に来ただけのガチの初見とかは、俺ナーボーさんに似て、初見です、ナーボーさんに似てますね、みたいな。しかも、お前ら褒めてくれないじゃん。そう、ゲーム配信してるとき、俺のことあんまり褒めてくんないのね。そう、トラ君が、いいよとか言って、ナーボーさんいいよみたいな。あのイケボで褒めてくれんのよ。ボイスチャットで。ナーボーさん、カニよかった、今のスペシャルよかったよとか言って、本当に助かったみたいな。全然助かってないのに、すげえ言ってくれんの。めちゃめちゃ褒めてくれるから、楽しくてしょうがないっていう。ナーボーさん、今のはよかったっつって。トラ君はお前の体狙ってるからね。
しかもさ、トラ君ってさ、ね、あんだけ優しくて、そう、あんだけ声良くて、しかも顔もかっこいいんだよ。うざくない？マジ。え、ていうかさ、しかもゲーム上手くて、しっかりよな。マジで。さあ、今度一緒にゲームやるとき、よ、お前しっかりよ。悪いとこないじゃん。すべてにおいて、ランク X なのうぜえわ。お前かわいそうだ。俺何も揃ってねえんだけど。お前は、チビ、ブス、ブスボ。チビ、ブス、ブスボ。で、あともう一つ忘れてる。デブ。気持ち悪くなってきた。楽しそう。